ジュゼッペ・アリアータ・ディビラ・フランカは、イタリアのイタリア統一運動時代の起業家、革命家、愛国者である。イタリア統一運動の初期にあたるシチリア革命で、主導的な役割を果たした。パレルモ暴動の様子、ジュゼッペ・アリアータ・ディビラ・フランカは1784年6月23日、ナポリ王国の首都ナポリに生まれた。家系は、貴族として知られるアリアータ家であり。 ナポレオン体制下では、シチリア王国議会の議員を務めていた。しかし1811年、ブルボン家が勢力圏として、シチリア島を取り戻すとアリアータは、敵対勢力分子としてパンテレリア島前の追放刑を科された。1812年には、イタリア半島における影響力を強めたい、イギリスの意向によって恩赦が出され、シチリア島に戻ることを許された。その後、 保守的な君主でありながらも自由主義や立憲主義に一定の理解を示すブルボン家の君主フランチェスコ一世の元シチリア島では1812年シチリア憲法が発布されていたが、アリアータはこの立憲政府の下で下院議長及び外務大臣として活躍した。しかし1816年、ウィーン体制の確立とともにシチリア島と、 イタリア南部を合わせた両シチリア王国が建国され、シチリア党はナポリの文化や社会制度を押し付けられただけでなく1812年、シチリア憲法も廃止に追い込まれた。このことから、シチリア党では常に分離独立と立憲革命への火種がくすぶっており、アリアータもそれを支持する一人であった。1820年6月15日には、スペイン立憲革命に触発され、 分離独立派や立憲革命派が立ち上がり、パレルモの武器庫から1万4000もの銃器を奪う、パレルモ暴動が発生したが、これを主導したのはアリアータであった。さらには、数奇教ピエトログラビーナの公認として、シチリア革命政府の総裁となったアリアータは、シチリア党の分離独立を阻止しようと軍勢を引き連れてきたフロレスターのペペなどにも有効的に接し、 テルミニ・イメレーゼで、シチリア島の分離独立問題は、投票により決することなどを定めた、テルミニ協定を9月22日に結ぶなど、ナポリ革命によって成立していた、ナポリ革命政府との融和を目指した。このように、シチリア革命では終始主要人物として、活躍している。努力虚しく、ナポリ革命政府の軍人ピエトロ・コレッタによって、シチリア革命政府は弾圧されてしまい、 その後アリアータは、シチリア島を転々とした。1824年には、パレルモ郊外でワインを醸造する会社を立ち上げ、企業家に転身する。ワイナリーオーナーとして、一定の成功を収めた後は、1844年1月6日、パレルモにて死去した。ありがとうございます。